トガヒゴタイは、ひくか頭皮連続の多年草。茎は直立、または射上し、高さは50から120センチメートルになる。茎に、明瞭な翼があり、褐色の難毛が密生して黒褐色の縮れた毛が、混成し、上部は1から5回分子する。花時に根室葉は存在することがある。根室葉と茎の下部につく葉の質は厚く、時に鈍い光沢があり、陽芯は、 乱形から降乱形、長さ15から26センチメートル、幅11から23センチメートル、先はお嬢栄戦洞、基部は心形になる。傭兵は長さ13から26センチメートルになり、上半分にはっきりとした翼がある。下記は9から10月。登場荷助は三棒状に5個から多数個が密集してつき。 頭花の小道は1.5から2.5センチメートル、花柄は長さ10から20ミリメートルになり、褐色の難毛が密生する。双方は緑色で、長さ15から17ミリメートル、計9から14ミリメートルになる小形で、雲毛があり、難毛が生える。双方辺は7から8列あり、双方辺の中部以上が灰紫褐色。 双方外辺は強乱形になり長さ6から10ミリメートルかそれ以上になり双方中辺とともに下半分は圧着し上半分はお状に伸びて長く開け出し車上し時に緩やかに反曲する頭鼻は筒状鼻のみからなり果敢の長さは11から12ミリメートル色は泡紅色から白色になる果実は長さ4ミリメートルになる 痩せかで紫褐色。寒毛は二輪制で、落ちやすい外輪は長さ2から4ミリメートル。花子にも残る内輪は長さ9から11ミリメートルになる。日本固有種。本州に分布し、低山から山地帯の夏緑林の林園や林間の草地に生育する。和名、戸賀日後帯は戸賀平帯のいで、基準産地が秋田県小賀市の都賀であるため言う。 種商名村松井はタイプ標本を採集した村松七郎への県名である。本種は1933年に北村四郎によってアクタファイトタクセナミカイジョボタニカ氏、ボリューム2にサースレア村松井キートムとして新種記載されたものであるが、1950年に同じ北村によってアイクナラフェアプラントラムアシアエウリアンタリス氏、 ボリューム5に、大大東比連、S 日ニにミク、サブスプ、ニッポニカのアシュ、S 日ニにミク、サブスプ、村松井キートムとして発表された。これは、本種や仙台東比連などは、大大東比連を基本種とする、極めて多形的なものであるとして、単一の種としてまとめたものである。しかし、その後の研究の結果、講義の大大東比連は、 複数の種からなるとみなす方が妥当であるとして、2017年刊行の海底審判日本の野生植物語では角田雄一によって独立種として扱われた。2011年刊行の日本の固有植物でも独立種とされている。ユーリストデモエス・ムラマツイ・キートムを標準名としている。ありがとうございます。